っこいいですね、エアカナダ。今日の22時半とか23時ぐらいに上海からオーストリアのウィーンに行く飛行機ですね。いや今日めちゃくちゃ飛行機があるな。キャセイですね。乳酸菌飲料、ヤクルトみたいなやつですかね。どうもラオマです。僕は今上海浦東空港に来ておりまして、本日こちら上海から妻の実家である広西チュアン族自治区のケリーの方に向かいたいなと思います。で今日乗る航空会社なんですけど、まあ、前回も乗りました吉祥航空で、ケリーに向かうんですけど、実はもともと中国国際航空で、予約していたんですけど、昨日のね、夜19時ぐらいですかね、前日なんですけれどフライトキャンセルを食らっちゃいまして、急いで航空券を取りました。今日乗る吉祥航空の航空券となりまして、結果的に言うと以前よりね安く乗ることができます。中国国際航空は片道約1万円ぐらいだったんですけれど、まあ、取り直して吉祥航空ですと8200円ぐらいだったかな、まあ、1800円ぐらい安く購入することができました。で、まあ、妻と2人なんで3600円、あ結構でかいですよね。3600円ぐらい、安くなったので、あ良かったなと思います。で今日が9月の26日日曜日で、まあ、日曜日って一般的に仕事はないんですけど、中国の場合特殊で、来週10月1日から7連休の国慶節が始まるんですね。今日は振り替え出勤日ということで、多くの方がね仕事だと思うんですけれども、浦東空港に来たら結構ね多くの方がいたことにびっくりしてます。ケリーはね中国の中でもめちゃくちゃ有名な観光地なので、まあ、上海からケリーの路線も結構乗ってるんじゃないかなっていうことが予想されます。今日のねフライトが6時55分出発で21時到着の便で、約2時間のフライトですね。現在の時刻が17時ちょうどということなので、搭乗まで約2時間、もうめちゃくちゃ張り切って空港に来ているような状態です。いつもねスーツケース持ってないんですけど、今日は大きなスーツケースを2個持って、ケリーの方に向かいたいなと思います。上海の家にあるいらないものを全てケリーに持ってって、でケリーの妻の実家に置いておくっていう感じなんですけど、それで今日はねスーツケース大きなの2個で、あとはちっちゃな機内持ち込みを1個を準備しております。結構時間があるんですけど、そろそろチェックインの方を始めたいなと思います。こちらのね、ABC 地区は国際線メインなので、今は全然空いてないですね。国際線どのくらい、運行してるのか後でこれも見たいなと思っております。どうだったかな、 C が ANA の場所でしたかね、確かそんな記憶だったと思うのですが、以前ねなんかこの辺に看板とかあったんですけど、今置いてないですね。 CX369 便、まあ、キャセイの上海から香港行きのチェックインカウンターがこちらってことですね。ただ今は、まあ、ご覧の通り何もないです。今日の浦東空港なんか暗いなっていうイメージありますね。まあこちらからね太陽の日差しは入っているんですけれど、電気がついてないから全体的に暗いなっていう印象です。キャセイなんでここが香港行きなんですかね。チェックインしている人が一人いますね。こちらにフライトスケジュールがありましたので、一緒に見ていきたいと思います。でまずこちらが中国国内線ですね。僕たちが乗るのが右側の方の6時55分、 HO1153便のケリー行きとなっております。中国線の場合はもう10分に1本、5分に1本ぐらいのペースでフライトが運行しているような状態です。中国のハワイと言われる廃坑や三亜、深圳、広州、大連、西安、いろんなところに中国国内線が飛んでいるような状況となっております。こちらが本日の国際線となっておりまして、4時40分に、マカオ航空のマカオ行き、17時45分にキャセイの香港で、20時05分にエバーの高オ、ガオション、同じ20時05分に台湾台北タオイエンですね、20時10分に、UA858 便のソウル経由のサンフランシスコ行きですね。22時20分でもう一本マカオ行きがあって、最後23時35分に、OS76 便で、オーストリア航空のウィーン行きがありますね。今日の国際線が合計でこの7本となっております。上海浦東空港なんですけど、ターミナルが2つありまして、第一ターミナルが中国東方航空、上海航空がメインに使用しているターミナルとなっております。今僕がいるのが第二ターミナルとなっておりまして、まあ、こちらが吉祥航空とか中国国際航空、あと春秋航空とかね、結構多くの航空会社が利用しているところとなっております。 ANA はこちらのターミナル2使ってまして、 JAL はターミナル1を使っているような状況となっております。今回 J なのでここがチェックインカウンターですね。結構並んでんのかな。
まあ、並んでないかな。ちょっともうチェックインの方始めたいなと思います。まあ、でもぼちぼちですね、2列ぐらいなんで、だいたい15分ぐらいでチェックインができるかなと思います。荷物預けない方が自動チェックイン機で使うようなチェックイン機なので、まあ、国内線の場合ね、荷物預ける方はあんまり多くないと思うので、こちらの自動チェックイン機でチェックインする方が多いです。約15分ぐらい並んで無事にチェックインの方が終わりました。今日が41-J ということで、妻と2人で、窓側から2席取っているような状態となっております。まあね、時間結構あるんですけれど、まあ、早めに保安検査の方行きたいなと思います。今妻がね、無印でなんか買い物するとか言ってるんで、無印行きたいなと思います。どこだ、あ、ありましたね、いました。今いらっしゃいま、どんし、やばい、なっとま、こちらが国際線の保安検査の入り口となっております。你在干什么？这个国际航班呀。そんなに人少ないかなって今日気づいた。なんか本当に今日の空港めちゃくちゃ暗い。これね、中国で一番でかい規模の空港なんですけど、それにしても今日暗いな。西日とかがあって、いいんですけど、6時ぐらいになったらね、徐々に暗くなるんで、多分電気とかつくと思います。これで電気つかなかったらめちゃくちゃ暗い空港ですよね。結構今日は保安検査並んでますね。もう最悪です。わざわざね、一番端まで歩いて、国内線2の保安検査場まで行ったんですけど、今回乗る気象航空の便では、あ、2ではなくね、まあ、あの向こうにある保安検査場1が該当するということなので、空港をまた端から端まで歩くような感じとなっております。端から端まで歩くとね、まあ、3分5分ぐらいかな、往復なんで6分から10分ぐらいちょっと無駄にしちゃいました。まあでもね、結構余裕持ってきてるんで、あんまり焦らずね、もうぜひね、空港に来るときはこういうね、めんどくさいこともあるので、早めに来ることをお勧めします。じゃあここから入りましょう。保安検査を抜けまして、で今日の搭乗口が92番搭乗口なので、ここ右ですね、行ったところの結構奥っぽいところに搭乗口がありそうなんで行きたいなと思います。ただその前に、目の前にエアカナダが止まっているので、ちょっと見たいなと思います。久しぶりに見ましたね、エアカナダ、でけえな。わあ、かっこいいですね、エアカナダ。あー、 CAバンクーバーとかね、トロント行ってみたいですね。エアカナダってスターアライアンスだったんだ、初めて知りました。92番はこちらのようです。じゃあ行きましょう。今日珍しいですね、エアカナダの次にオーストリア航空もありますね。オーストリア航空僕初めて見ました。あ、オーストリア航空もスターアライアンスなのかな確か。あ、今日の22時半とか23時ぐらいに上海からオーストリアのウィーンに行く飛行機ですね。ここからね、オーストリアに飛び立つって、まあ飛び立つっていうか、まあオーストリアに戻るってことですよね。なんかかっこいいなと思いますね。隣の青いのは何だろう、これユナイテッドかな、ちょっと見てみたいなと思います。普段コロナになってから全然、プートン空港でね、このような国際線のね、機体を見ることはないんですけど、やっぱ海外の機体見るとね、ワクワクしてきますよね。2020年の2月の16日に成田から上海に戻ってから、 JAL とかね、 ANA は一回も見てないですね。まあ、何度かね、飛行機乗る前に Air Asia X とか、あとはね、ニュージーランド航空とかね、見てるんですけど、やっぱり日本の航空会社見たいなっていう気持ち、そして日本の航空会社をね、応援したいなっていう気持ちがね、
やっぱどんどん出てきますね。日本にね戻る機会があればぜひ、JAL や ANA をね使いたいなと思います。お、やっぱユナイテッドでしたね。いや今日めちゃくちゃ飛行機があるな。今日珍しく海外の航空会社、外資系航空会社の機体が止まってます。キャセイですね。キャセイって5つ星でしたっけ、4つ星だったかな、5つ星でもサービスはねめちゃくちゃいい航空会社ですよね。機内食も美味しいですし、もうコロナになってからね上海から東京の便がめちゃくちゃ高いんですよ。現状各航空会社週1本しかなくて、まあ、ANA は毎週日曜日だったかな、上海浦东空港から成田へ飛ばしているんですけど、片道だいたいね17万18万もう下手するとね20万とか超えたりしますね。コロナ前であれば東京上海の往復がね ANA だと4万5万ぐらいだったので、その3倍、片道でこの値段はやばいですよね。まあ安く行く方法が何個かあって、まあ一番ね安いのが、まあ、香港経由のキャセイでだいたいね3万5000から4万ぐらいで行ける。あとは中国南方航空、毎週木曜日に新葉から東京成田が出ておりまして、これもね4万5000ぐらいで確か購入できたかなと思います。おすすめはね広東省広州から JAL で成田に行くのがなんと4万5000で購入できるんです。上海直行便だと中国系航空会社も日本系航空会社もだいたいね10何万15、6万16万とかするんですけれど、それが広州から JAL で4万5000ってめちゃくちゃ安い。通常の時とねほとんど変わんないくらい値段で JAL に乗って日本に帰れるのでね、これはおすすめですね。まあ上海から広州までも、まあ、安いのだとね6000円ぐらいありますし、1万円ぐらいでね購入できるので、まあ、それ含めても4万5000円からだから5万円とか5万5000円ぐらいで日本に帰れるのならおすすめです。もし一時帰国とかで日本に戻られる方いましたら、おすすめは広東省の広州発の JAL 成田行きがおすすめです。毎週ね金曜日しか運行してないんですけど、値段でね考えるならこれがね一番おすすめですね。今日マジですごい、今日本当いろんな外資系の機体ありますね。目の前にアメリカンがあります。さっきフライトスケジュール見た時にアメリカン航空がなかったので、これはお客さんを乗せずにそのまま帰るんですかね、あるいは何日間ここで待機して数日後にお客さん乗せてアメリカの方に戻るのかもしれないです。あーで奥が CI ですね。もうすぐ離陸あるいは着陸したのかな。あすごいすごいすごい、中華航空。僕たちがね一番最後の登場かと思ったらまだまだ登場してくる人がいました。現在の時刻が6時41分で、予定出発時刻が6時55分のため、あと14分ぐらいですね。14分あれば扉も閉まってキュッシュバックも始まるんじゃないかなと。もう帝国通り行けそうな感じはしますね。外を見てみるともう荷物も全部積んでるような感じなので、まあ、あとはドア閉まるのを待つだけというような感じだと思います、ね、今日の座席がこんな感じで、機体がエアバス320のネオですね。結構新しい機体で、まあ、調べたら1年もまだ使ってない機体のようで結構新しい機体ですね。あとは雑誌も置いてあります。先ほどね中国のフェイチャンチュンというフライトアプリを見てたんですけど、滑走路の方に向かっておりまして、離陸の順番が7番目になっております。時間がどのくらいかっていうと約10分ですね。現在が7時11分なので、まあ、7時20分ぐらいに到着するんじゃないかなという感じです。あと
まあ、放送にあったように10番目ではなくてもうすぐ離陸ということで、じゃさっきのアプリちょっと時間差だったんですね。今7時12分ぐらいなので、まあ、ケイリン到着は、まあ、予定がね当初はね、9時到着だったんですけど、おそらく遅れて、まあ、9時20分とかね、9時半の到着が予想されます。スピード上げてきたんで、お出発ですね。飛び立ちます。香りがする豆ですね。まあ要するにおつまみ、日本風味のビスケット、塩とミルクの味って書いてあるから、何の味なんだろう。ちょっとこれ食べてみようかなと思います。あとは吉祥航空のおしぼりと乳酸菌飲料、ヤクルトみたいなやつですかね、いただきました。ちょっと開けてみてみたいなと思います。サンドイッチですね。ただマヨネーズが入ってるんで、僕は残念ながら食べられません。残念ながらこれはこのまんまです。申し訳ないです。マヨネーズ本当ダメなんで、僕ちっちゃい時から全然食べられないんで、これはごめんなさい。ビスケットから食べてみたいなと思います。こんな感じですね。甘じょっぱいビスケット、ビスコのあの中のクリームがないやつの味です。カニ味の豆、こんな感じですね。まあこれつまみだ。あービール飲みて、あとコーヒーいただきました。あめちゃくちゃ甘ないこれ。千葉のコーヒー、マックスコーヒー飲んでるみたいに甘い。わあ、うまいね。今日のフライトなんですけど、予想通り 90% ほぼほぼ 100% の乗車率で、めちゃくちゃ混んでます。で空席が僕の目の前だと3席あるかないかぐらい。フライトの2時間ぐらい前にチェックインした時はね、あんまりお客さんがいなかったんですけど、出発の1時間前とか90分前ぐらいにですね、多くのお客さんがチェックイン始めたのかなと思います。まあ、中国国内線の場合あんまり荷物預ける方は多くないと思うので、そのまま自動チェックイン機の方でやっている可能性も多いですね。あとこの飛行機なんですけど、ケイリンから来たのではなくて、河南省の鄭州鄭州というところから飛行機が来ているようで、今日のフライトが6便目だったかな。ちょっと詳しいことは忘れてしまったんですけど、そのぐらい結構働いているフライトですね。9時にケイリンについてで終わりだった気がします。今日はこのひろゆきさんの本を読んで、機内でのね時間を過ごそうかなと思います。で先週上海から山東省の延滞まで高速鉄道で6時間半、ぐらいかけて行ったんだけど、その時ねめちゃくちゃ辛かったですね。まあお客さんがね家族連れが多かったっていうのと、皆さんね時間つぶしでスマートフォンでゲームやったり、あとはね動画見てたりしてるんですね。半分
はいないんですけど、まあ、僕のね座ってた周りの方が、まあ、イヤホンしてなくて、それがね結構うるさくてストレスになったりとか、あと時間的にやっぱ6時間半は辛かったですね。長かったなっていう感じです。2日後に今度は青島から上海まで、高速鉄道で帰ってきました。現在までは2等席で行ったんですけど、今回はねお金をねプラス3年ぐらい払って、1等席で帰りました。まあ、そしたら、まあ、利用客会社経営してる方とか2等席に比べて質が上がりました。まあ、今日これで、飛行機乗ってみると飛行機ってめちゃくちゃ静かだなっていう感じがします。電波が使えないということで、まず電話はできない、もうイヤホンとかしてゲームとか、あとは動画見てくれているんでね、高速鉄道に比べてめちゃくちゃ快適に移動できてますね。改めて飛行機っていいなっていう風に今日感じることができました。で、今の時刻が夜の8時5分 であと1時間ちょっとぐらいかな、もうあの半分ぐらい過ぎているところだと思います。ちょちょいのちょいで経理に着くんじゃないかなと思います。前回のね高速鉄道に比べたらほぼほぼノーストレスで移動できてるんで、めちゃくちゃ快適です。最高です。まあ、放送があった通り、あと50分でケアリングリンリャンジャン空港に到着とのことです。で、トイレはねあと10分ほどで閉まって着陸準備に入るということですね。高度を下げるというね放送がありました。でもうすぐ CA さんが機内をチェックして、まあ、シートベルトの点検とか座席とかね、点検するようです。時間も9時2分になりました。まあね、外を見ているとちらほらと競輪の、まあ、街並みっていうか電気がね、見えてきてるんで、もうすぐね、着陸なんじゃないかなと思います。公式の予定時刻が9時半だったんですけど、まあ、あと10分ぐらいかな。飛行機も旋回とかを始めているので10分もないかもしれないですね。見えてますかね、後ろがちょっとライト見えてますね。あそこが空港かな。あそこだけ光がめちゃくちゃついてて敷地も広いので、着陸です。着陸前にも韓国語の勉強。グーリン到着いたしました。今ね飛行機の外に出たんですけど、やっぱベトナムに近いということで一気にムワッとねしてる雰囲気ですね。上海は今日9月26の時点では秋っぽい涼しさがあるんですけど、いややっぱ南はね暑いですね。今天気予報見たら気温が30度ぐらい、28とかね30度なんです。やっぱめちゃくちゃ暑いな。今回の競輪はいつぶりだろう、1月ぶりぐらいですかね。約半年以上来てないので新鮮な感じがします。今日は珍しく荷物
預けているので、荷物取って、そしてね、妻のお父さんが迎えに来ているということで、まあ、家の方に帰りたいなと思います。今日夜ご飯まだ食べてないんで、まあ、ケリンといえばビーフン、ルリミーフェンがね、有名なので、いつも行くところはね閉まってるんですけど、市内でねめちゃくちゃねローカルなところに行って、今日はビール飲んで終わりたいなと思います。先週高速鉄道ね結構疲れて移動してたのが、やっぱ飛行機ですと静かでほとんどノーストレスでね移動できたのが、改めて飛行機の良さっていうのをね今回実感する旅でございました。延滞のね経験があったからこそ、今回飛行機の素晴らしさっていうのをね、まあ、実感できました。もちろんね高速鉄道は常にね電波があるので、仕事とかね、しやすいっていうのはあるんですけど、まあでも飛行機の方が集中できて、電波もない分ね、読書とかには集中できたので、僕はやっぱり飛行機の方がいいなっていう風に改めて感じました。もうこの競輪名物のこのおばさん、野沢だったかな、